横井戸です。よし、平林、ジュニリン、ケクマ、デブス。決められたこと倍にしていって最後まで耐えられるやつ誰？こういうのってさ、基本的にエイジとかさ、キャラが立ってる人がやるからいいんだよ。挑戦者、兄貴、ヘンちゃん、ユニリ、はい、決められたことを倍にするということなんですけれども、僕はここでゲームマスターとして指令を出します。どういう指令を出すんですかと言いますと、あるルーレットを回します。単位を決めるルーレットなんですね。まあまあ1人、2人とか1個、2個とか、その単位をルーレットで決めます。その単位というのがですね、回、個、枚、本、キログラム、キロメートル、リットル、分、人、種類、合計10種類の単位を用意してございます。で、倍にしていくんですね。1ターン目はじゃあ回が出たら1回、2回目は2回、3回目は4回、どん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 増えていきます。単位決めるんですけど、何回ホニャララする、このホニャララの部分は皆さんの自由です、はい、もうお前それはなしだろっていう、僕が判断しない限りは何してもいい。これならいけるっていうものを自分で考えてやってください、はい、まあ、発想の転換が必要と、ね、おっしゃる通りでございます。でもう一つここで大事なルール、ホニャララの部分、直前2回と同じことをやってはいけません。はい、じゃあもう1個目のルーレット、もう今ここで回しちゃいましょう。他の人が何をやってるのかもちろん自分は知らないです。おっしゃる通りでございます。被っても大丈夫ってこと？もちろん大丈夫です。ただ僕が認めれば OK です。お前の気分次第だ。あ、僕の気分次第ですよ。はい、次、はい、何？1ターン目だ。はい、1ターン目1リットルホニャララしてください。あー、ストルムズいな。1リットルホニャララすれば何してもいいです。じゃあ、行っておいで。はい、では早速やってまいりました。はい、ここはどこですか？上野ですね、もう思いました。ここでまずは1リットル早速行きたいと思います。まあ1リットルって何すればいいかっていうと、大体なんかみんな同じになっちゃうような気するけど、ちょっと近い近い。僕はね、1リットルってことで目の前にコンビニあるんで、1リットルということで俺も同じくコンビニに行きます。何をするかは知らない。そう、もうそれぞれだからね。そうそう、はいはい、はい、今ですね、お水買いました。どこかで飲みたいと思います。場所気にしなかったらな、とりあえずどっかで飲みます。はい、ということで私ですね、こちらお水を、これが700ですね、と体健やかちゃーということで、こちらがですね、350です。クリアということで飲んでいきたいと思います。はい、早速ですね、こちらを多分普通の人だったら飲むっていう発想になると思うんですよ。もうこちらを浴びるにします。はい、ということでやっていきましょう。冷た、あー気持ちいい。とりあえずこれで1リットルクリアしたんで、次行きたいと思います。ということで、出発した3人組、頭すげえ、1リットルのミッションクリアしたと連絡が入りました。ジュニジュニは飲むという行為を温存した形ですね。次何が来ても、耐えれるようにということですね。2、うん、をルーレットで決めていきます。はい、それではルーレットいきます。バチューン来たということで、次のお題は2人、ここは発想試されますよ。じゃあちょっと連絡入れましょう。はい、ということですね、くまくんから新たな指示が来ました。なんとも言えないお題なんですよ。ここはもう安全牌を取って2人から何かを買うということで、お店に行って、まあ2店舗行って2人の店員から何かを買いたいと思います。はい、ということですね、2人、人だよね、人と丸々しろってことでしょ。海外の方とちょっと一緒に写真を、はい、これの作戦だったらいけるっしょ。先ほどですね、もうみんなクリアして2人とかなんかそういう感じだと思うんですけど、もう自分はね、もうあれで行こうと思います。誰かと一緒になんかツーショットって思ったんですけど、それちょっと厳しいんで、2人前食いたいと思います。2人前食いたいと思います。多分ね、こうしないとね、人って難しいと思うんですよ。シートいただけますか？1店舗目ですね、ファミリーマートさんで、あって困らないフリスクを買ってきました。1人目クリアということで、もう1人の方から何か置かなきゃいけない。カフェか何かで購入して、もう1人という形をやりたいと思います。ちょっと待って。人がいればいいってことでしょ、要は。これ何か買っていきたいと思います。エスプレッソアフォガードフラペチーノ、お願いします。では早速ですね、買ってまいりました。一応ね、こじつけではあるんですけども、2人から買うということで。まあね、2人から買えて何かというね、無料運だったら最高っすね。はい、という感じで、オムライス2人前頼みました。早速いただきます。ちょっと待って待って、これやばいんだけど。2人丸々しましょう。はい、1つ食べ終わりました。2つ目いきます。ハロー、ケズミ、あー、YouTuberThis is YouTuber mission. Picture, okay? Yeah. Thank you.
べ終わりました。はい、2ターン目2人のところなんですけれども、制限時間残り10分ほど残して全員これやりました、あれやりました、クリア報告が上がってきました。ただですね、ちょっとヘンリー君だけどうしてもちょっと意図してたことが伝わらなかったのかなと思うんですけど、オムライス2人前食べたらしいんですね。2人前ってなると単位違うじゃないですか。ただちょっとこれどうなんだと思うかもしれないですけど、これちょっとバカみたいで面白いんで OK にします。ヘンリー君にこのルールを伝えるのはなかなか難しいのは皆さんのお察しいただければと思います。3つ目の単位を僕の方で決めていきたいと思います。はい、じゃあそれでは3つ目のお題4ねです。用意バギュン。さあ4の単位は何でしょう。来ました、4種類お知らせしましょうか。はい、全員クリアしたということで、あ、エイジさんお疲れ様です。あ、ナイスバッティ。エイジさん、制限時間まだ残ってたんですけれども、全員クリアの報告が上がってきたので次のお題いきたいと思います。3つ目のお題発表します。4種類してください。はい、ただいまですね、くまくんから連絡がありまして、次は4種類ということで、4種類で想像できるものって、まあいろいろあると思うんですけども、ちょっとお腹空いてきたんで飯入れてもいいかなと思ってて、4種類食べたいと思います。早速買ってきます。3つ目のミッションが、種類ということですね。キーホルダーちょっと買おうかなと思ってます。ちなみにまだ食べる系は早すぎるんで、こういうキーホルダー系で種類を攻めたいと思います。ルール上ベル飲むっていうのはもうしちゃったんで、自分はガチャガチャを引いていきます。4種類のガチャガチャを手に入れます。はい、ではですね、やってまいりました、寿司三昧。4種類のお寿司を食べたいと思います。僕はですね、種類というかなんで、このガチャガチャを4種類買おうかなと思います。はい、たくさんあるんで。このガチャを引くのがこちらです、このレトロ缶バッジです。おい、なになに、どうした、あれやったな、お前。いや、俺何もやってないよ。早速来ました、うまそう。もう4種類食べたいと思います。ちょっとですね、たまたまヘンリー君が近くにいまして、ガチャをやられてしまったので、僕はグッズ系で攻めていきます。中トロです、最高。これ4種類ということで、こちらのですね4つ購入しました。クリア5、日本の木でできてるの、ここがね、これがちゃんと送るんだよ、切ってあればキーホルダーですね、こちらが。ちょっとこれ、あ、え、パンダ、オッケー、ナイスバッティン。購入したので、ゲームマスターのくまくんに報告します。という感じでガチャ引いたんですけれども、中がこれオレンジの缶バッジとホームナンバー梅です。4種類目がこちら、カネオのクレンザー。すげえ、昭和感半端ねえ。はい、ということで4種類全員クリアしたそうです。ヘンリーとエイジは買う、12時には食べる、4種類って言われて結構まあ思いつかなかったんでしょうね。はい、それでは次は8に増えます、倍になるんで。いやー、もうそろそろ効かせてよ。ルーレットスタート。ドド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 。はい、来ました、単位は8枚でお願いします。わかりました、ちょっとまた考えます。さあ、ここでヘンリーもジンジンも買うとか食べるを使ってしまってるんですね、前2回で。むずくなってきました、これ。こういうゲームです。マイということで、いや、なんかね、俺マイが来たら焼肉とか食ってやろうかなと思ったのよ。8枚焼肉とか食おうと思ったんだけど、今ちょうどクリやっちゃったから。確か上野のどこかにオリパの自販機あったと思うんで、ポケカのですね、8枚分回して、それどこにあったか覚えてないから、ちょっと探しつついきます。前だったらさ、結構簡単じゃない？俺パッと思いついたのさ、落ち葉8枚とか、これありだもんね。落ち葉8枚拾って写真送れば完璧ですよ、これ。余裕だわ。いやー、むずいな、8枚か、どうしよう。とりあえずちょっとできることをやっていきます。はい、ということでですね、8枚分のオリパをですね買おうと思ったら、いや、思ってた以上にちょっと高くて、いや、これはちょっと現実的じゃないかなと思って、よくよく考えたら8枚でしょ、写真を撮って送ればいいじゃん。ということで8枚分こちらのパンダちゃんの写真を撮ってですね、くまくんに送付してやろうと思います。どうしようかな、なんかワンピースカードかポケカ、集めればいいのかな。あ、買っちゃダメだ、食べてもいけねえわ、どうすればいいの。8枚ゲームマスターに落ち葉8枚、送って OK が出ました。ちょっとね、まだ始まって結構そんな経ってないんで、僕ちょっと秋葉原の方に移動しようかなと思って、電車でちょっと行ってきます。今花探してるんですけど、やばい、マジで見つかんない。はい、ということで、私ですね、秋葉原に来ました。ここだったらね、いろいろできるんで、まあとりあえず次のミッションまで、どっかで待機してます。見っけたぞ、見て、お花いっぱいある。8枚のお花あるかな、これ8
1枚でもね。はい、皆さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。ちょっとですね、感化できないことが起きてます。え、誰ですか？ちょっとねじ曲げてるやつが1人いて。誰？あの、2回ねじ曲げられてるんですよ。まあおもろいからいいかなと思って今んとこ放置してますし、誰がどういう違反をしてるかは今言いません。万が一そいつがもう一回似たようなことをした場合、もう問答無用で、あの、脱落します。動画的に大丈夫か？動画的にはまあおもろいからいいかなと思うんですけど。はい、じゃあね、皆さん8枚クリアしたので次は16になります。はい、それでは単位ルーレットスタート。あー、16個です。はい、16個ほにゃららしてください。最初の2回行った行動復活しますんで、皆さん頑張ってください。16個ということですね。買ったりとかすると多分すげえ大変なんで、小石を集めます。もうこれはもう間違いないですね。石あるんで、これで簡単にちょっと石拾ってクリアしたいと思います。はい、ということですね。おそらくですね、この犯人僕ですね。だから今のうち謝っときます。すいませんでした。16個ということなので、思いついたのが、まあ、チロールチョコ。ここで初めて食べる系をちょっと攻めようかなと思います。じゃあ行ってみます。8枚はなんとかクリアしたっぽいです。写真撮るだけでよかったの。はい、で、次が16、個なので何か16をちょっと考えてやっていきたいと思います。はい、とりあえずですね、16個のものを松坂屋でなんとか購入できたんで、急いでどっかで食べていきたいと思います。やばいですね、時間がね、結構ね、過ぎちゃったんで、やばい、急いで食わないとやばいです。こちらのチロールチョコ、じゃあ購入していきます。16個でという感じで買ったのがこちらです。漢字が読めないや、なんかすごいお高い感じのやつです。いただきます。ということで、私ですね、こちらのチロールチョコ、こちら本当は21個なんですけども、これを16個、食べたいと思います。16個石集めました。あー、もう落ちまくってるよ。これ16個達成ということで連絡したいと思います。はい、ということで、こちら16個ですね、すべてこれを食べれば OK です。残り1個です。はい、という感じで証拠の写真を送りまして OK をいただきました。いや、これはきついぞ。で、こっから倍になるんでしょ。やばいってマジで。はい、ただいまの時刻15時34分、制限時間は15時33分でした。残念ながらヘンリーちゃん脱落。ということで、初の脱落者が出てしまいました。あ、お疲れ様です。あ、どうも、脱落者のヘンリーさん。エイジさんとジュニアさんに違反というか変なことをしたか、ちょっとお話しすると、まあ、さっき花びらが8枚ある花を見つけましたって言ってきたもんね。なんか違うじゃん、それ。でも食べることも買うこともできなかったから、見つけるしかないと思う。はい、ということで、残るはエイジさんとジュニさんだけになりました。数字が32になっちゃいます。単位ルーレットスタート。いや、これもし人だったらやばいやばい。あ、これいけるよ。次のお題、32回です。回るっていう字のやつです。32回ほにゃららしてきてください。それではいってらっしゃい。回だったので、何にしようかなって、何回ってやった、まあ何回振ればいいんだと思って生茶買ってきました。32回振ります。そうすればお題クリアになると思いますので、早速打ってきます。32回ということなので、もうすごい、もう簡単です。ただ筋トレするだけです。今から32回スクワットします。4、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22。はい、ということで、はい、これでも完全クリアだと思いますので、くまくんに連絡したいと思います。32回筋トレしますね。いきます。今ゲームマスターの方にですね、スクワット32回やった動画を送って、OK が出たので、クリアということです。お二人ともクリアです。32回のお題はやっぱりやりやすかったんでしょう。はい、ということで次64です。どんどん倍になります。で、まあ発想次第なんで、お二人とも全然別に問題ないんですけど、ジュニアさんはとにかく省エネできるものを考えて出してきてます。 A ちゃんはとにかく分かりやすいものでストレートに攻めてます。いい戦いできてると思う。はい、それでは64の単位を決めるルーレットを始めます。用意スタート。いや、これやばいな。64でしょ。さあ、64につく単位、おほ、来ました。64分です。64分分
制限時間30分の縛り、今回は外します。ここから、まあ、64分間、はい、64分何々するのところしっかりと動画に収めて、はい、やってやったぜっていうのをしっかりとお見せしてください。64分後にお会いしましょう。はい、ということでですね、64分間何かしなきゃいけない考えました。漫画喫茶とか行って漫画読むとか、なんかカラオケ行って歌うとか、なんかしっくりこなくて、まあ、せっかくなんでこの機会でリプ編タイムにします。64分間になりますが、誰かお話ししてくれると嬉しいです。はい、ということで私1時間4分満喫で漫画を読みたいと思います。早速いくつかリプをいただきました。ありがとうございます。本当になのでこの後しばらくですね、視聴者さんと対話したいと思いますので、あと3、40分ぐらいかな。はい、お付き合いください。じゃあ一旦ですね、64分間のリプ編タイムを止めさせていただいて次に行きたいと思います。64分時間をちゃんと使いました。さすがにもう次かなりむずいんじゃない。128なんでね。お二人とも、はい、64分クリアです。なるほど、なんですけれども、まあ数字が倍になるんでまた128です。はい、まあ、これ発想次第ではいるんじゃないでしょうか。ちなみに単位の中にキログラムとかキロメートルとかリットルとかあるんで、じゃあ行きます。ルーレットスタート。次のお題128人です。制限時間30分、用意スタート。次は人ということで、理由って無理じゃん。30分だよ。本当手っ取り早くじゃないけど、行けるのは128人とすれ違います。ということで、まあ、自分も動きながらすれ違えるようにやっていこうと思いますので。はい、ということで私ですね、秋葉から、また上野駅に128人でしょ通るか分かんないですけども、試しにちょっと一つだけやりたいことがあって。お、早速1人目とすれ違いそうですね。1なんで、もちろんすれ違うってことは向こうもこっち側に向かって歩いてるっていうのが前提なんで、今ここで2人目聞きます。2人目、3人、4人、5人、6人。あれからいろいろ考えたんですけど、128人って無理じゃね。多分これジュニアさんも困ってるんで、ちょっとこれはきついですね。128人、わかんないですね、こればっかマジで。迷惑にならないようにですね、カメラちょっと上向きいてるんですけども、間違いなくすれ違ってます。71、72、73、74、75、76、77、78、79。122、123、124、125、126、127、あと1人です。はい、128人。今回のお題、128人とすれ違う、クリアです。もうこれはもう完全トンチの勝ちだと思うんだよね。うわ、エイジどうしてんだろう。とりあえずクリアということで、クマくんに連絡したいと思います。はい、ということで、すっかり外も暗くなりまして、約束のお時間になりました。はい、もしもし。はい、お疲れ様です。はい、それでは、おっと、ここは、はい、エイジさん、ジュニジアさん、今回の勝負、はい、ジュニの勝利。あ、30分間何したんですか。ずっと考えてた。いや、128人は考えてる時間なんかないっすよ。ということで、今回の倍にする倍王はジュニジュニー。